はいどうも、白熊先生です。えー、僕はですね、普段教育会で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについてですね、解説考察していこうっていうね、チャンネルとなっております。 今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、お笑い芸人のですね、かまいたちさんがですね、テレビでですね、不用意な発言をしてですね、大炎上しました。あの、いわゆるですね、医療に携わっている方々に対する批判で物議を醸してしまったわけなんですね。その後ですね、かまいたちさんがですね、SNS でですね、正式に謝罪するというですね、かなりなですね、大ごとに発展しました。今回はその内容だったりとか、実はですね、これが炎上した裏の理由とは何なのかってことについてですね、話していこうかなというふうに思っ おります、えー、まずなんですけども、まあ、かまいたちさんといえばですね、現在レギュラー番組がですね、だいたい20本くらいあるらしいんですよね。はい。まあ、完全にですね、お笑い界のですね、まあ、天下に近づいていってる人たちっていう感じですよね。まあ、完全にこう、かまいたちさんか千鳥さんかみたいなね、なんか大阪勢に完全にね、なんかこう、東京のテレビが支配されているといいますか、うん。まあね、天下取られてるっていう感じがするわけなんですけども、えー、まあ、実際 YouTube チャンネルも現在登録者数が200万人突破してるのかな。うん。 まあすごい人気ですよ。まあ実際面白い方々だなと僕も思いますし。はい。まあしかしながらですね、そんな構えたちさんがですね、大炎上して、そしてですね、正式に謝罪までしました。はい。ちなみにですね、こういう風に正式に謝罪するのは実は初めてなんですよね。うん。で、じゃあ一体なんでですね、これ謝罪するね、ことになっちゃったのかっていうとですね、あるテレビ番組での発言なんですよね。えー、これですね、20本くらいはレギュラーのうちの1本であるですね、ABC テレビでやってる、あの、これ余談なんですけどっていう番組があるんですね。まあこれ何かっていうと、何か 昔のテーマが毎回置いてあってですね、それにかまいたちさんとそのゲストに来た人たちがですね、そのテーマに沿ったトークをしていきつつ、いや、実はですね、これ余談なんですけどって言って、そこからですね発生した自分のトークをしていくみたいなんですね、はいこれ,これ余談なんですけどっていうのを枕言葉にしながらですね、おのおのがこうトークを紡いでいくみたいな、まあ、そんな番組になってます。はいで、なんですけども、この回のですね特集といいますか、テーマが何かっていうと、女性のタレントさんたちをです、ね、集めてですね、 いわゆる、その、せっかちなところってうんですか、なんか、大阪出身の女性たちを集めてですね、タレントさんで、それで、日々生きててですね、やっぱりその、大阪人の人たちってせっかちな部分があるから、どういう時にですね、もっと急いでほしい、これ何なのみたいな感じで、イラつくか、みたいなことをですね、こう、みんなでこう、話し合っていくみたいな感じの企画だったんですね。うん。で、その中でですね、山内さんがした発言に、濱家さんが乗っかった上で、ちょっと炎上が起きてしまったっていう話なんですよね。うん。で、山内さんがですね、どんなトークを展開したかっていうと、あの、薬局でですね、イライラする瞬間、 というのをでですすねね山内さんが喋り出したんがしりたそれ何かっていうとですねあの薬局に行く時に最初ってあの医師の方にね処方された処方箋を持っていくじゃないですか、うん、でその処方箋を見せるなり渡すなりしてそしてですねねまあね薬だけもらってあとは帰るだけっていうのが基本的な流れですよね。うん で、まあそれを薬剤師さんにするわけなんですけども、山内さんは何がムカつくかっていうとですね、その薬剤師さんに処方箋を持っていった際にですね、薬剤師さんからあれこれ質問される瞬間がうざったいっていうんですね。はい。まあいわゆる、え、体調どうされたんですかとか、これってああなんですかみたいなことを聞かれると、まあ確かにね、確かに聞かれますよね。まあ確かにこれ誰もが経験したことあることだと思います。僕もね、それは経験したことあります。はい。まあ僕はですね、特にそこで何も思わなかったんですけど、山内さんかなりそこにイライラするらしいんですよね。って何かっていうと、いやいや待ってと、ね。 もう診察はしてきたじゃないかと。ね。その結果、この処方箋をもらってお前に渡してるんだから、さっさと薬もらって帰りたいのに、ね、どうされたんですかいつから熱が出てるんですかっていうふうに、あれもう全然いらん時間やねっていうふうに俺は思っちゃうんですよっていうふうにですね、めちゃくちゃ切れたわけなんですね。はい。もうしんどいから、早く薬渡して帰らせてほしいのよって言って,言ってですね、まあいわゆる、その、まあシステムというか、まあ薬剤師さんにですかね、はい。に対して不平不問をめちゃくちゃ漏らしたわけなんですね。そしてですね、それに対して浜家さんも、ああ、わかる わかるみたいな感じで乗ってですね、薬剤師さんも、えー、医療に携わっているから、一応医者憧れみたいなのがあるんじゃないかみたいな感じで、まあ、薬剤師さんをですね、まあ、医者憧れ人間みたいな感じで、そこを腐したわけなんですね。うん で、まあ、僕もですね、一応この放送を見たんですけども、まあ、放送内ではあくまで笑いでアハって感じになって、はいじゃあ次のテーマ、みたいな感じで言ってたんですけども、しかしながらですね、そのネットはですね、かなり大荒れしたわけなんですよね。はい。いわゆるその薬剤師を軽視するなというふうに物議を醸したわけなんですね。うん。で、実際問題はですね、現役の薬剤師さんがこの件についてですね、SNS でコメント言って、それがバズったりもしました。はい。内容としては何かっていうと、薬剤師は出てるですね、処方と患者さんとの症状がきちんと合ってるか、最後 にチェックするということも仕事の中の一つなのでこれは無駄なことではないんですよと医者憧れも違いますよみたいな感じですね。うん まあ、それについて、まあ、正式にですね、まあ、反論と言いますか、しまして、それに、えね、そうだそうだみたいな賛成の声が上がった感じなんですよね。はい。結構ね、直接的な反論をしてる人もいましたね。え国家資格舐めてます医師への憧れがあるって何医者の処方箋内容を間違ってないか確認しなきゃいけないし、薬局じゃカルテは見れないから聞くしかないのに、と言ってですね。はい。まあ、こういう専門的なですね、批判も結構上がった感じなんですよね。うん。で、その結果何が起きたかっていうと、濱家さんが SNS を更新して、正式に謝ったんです。 はいえー、こう書いてます「処方箋の件考えなしに失礼なことを言ってしまいました薬剤師の皆さん本当にすみませんでした」と言ってですね、はいえー、濱家さんがですね正式に謝罪するっていうところにまでですね発展し,、ま、してしまったわけなんですよね。うん で、なんですけども、うん。どうですかね、皆さん。これね、えー、まあ、炎上して謝罪するまでしないといけないことだったのかなどうなのかって思いますよね。で、僕自身はですね、まあ、確かに不用意な発言ではあったけども、わざわざ SNS で謝罪するほどのことかなというふうには正直思っちゃったんですよね。うん。で、これなんでですね、じゃあね、えー、謝罪したのかっていうと、僕はですね、ある理由があると思うんですね。それは何かというと、かまいたちさん自身がぶっちゃけもう結構炎上体質になってるっていうのがでかいのかなというふうに思いました。で、この炎上体質って何かっていうとですね、 要は、何を言っても炎上しやすい人の状況ですね。はい。で、これって僕ね、明確にタレントさんにおいてあると思うんですよ。というのは、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ、その言葉っていうのは何を言うかも大事かもしれませんけども、下手したらそれ以上に誰が言うかが大事だったりするわけなんですよね。はい。まあこれはだからタレントさんに限らずですね、僕ら一般人の世界でもそうじゃないですか。なんかあいつが言ったら許されるけど、こいつが言ったらみんなから嫌われるよな、みたいなことって、まあ平気だったりしますよね。うん。 で、それでいくと、いわゆるその炎上体質っていうのは何かっていうと、タレントさんでも皆さんね、ちょくちょく頭に思うかぶと思うんですけども、なんか、あの人が言うと毎回炎上するよね、みたいなのってあるじゃないですか。ね。まあ、それこそね、なんか、あの、元、えー、え、モーニング娘。ですかの辻ちゃんかおぐちゃんの辻ちゃんっていうじゃないですか。あの方もね、よくね、えー、ブログで炎上してるなんて言いますけども、あれもまさにですね、炎上体質ですよね。はい。だって、別のママタレさんがそのことをブログで書いても炎上しないのに、辻さんが全く同じことを書いてから炎上しちゃうんですよね。これ何かっていうと、もう辻さんが炎上 体質、要は辻さんが炎上しやすい人でさらにアンチも一定数ついていてっていう状況が出来上がっちゃってるからこそまあ炎上しやすい体質になってるんですよでそれでいくとですね実はかまいたちさんもですね過去にですね結構大きな炎上を数回してるんですよねでちなみにそれ何かっていうとですねちょっとここでついてだからご紹介しておきたいんですけどもまず1個目これが特にでかかったんですけども、えー、明石家さんまさんの番組がなあれかな何かで山内さんが言った言葉がですねすごい炎上しちゃってですねネットニュースにバーって当時なったんですけども、えー、いわゆるその奥さんにどんなプレゼントを買いますか みみたたいいなな誕生日にみたいなそういの時にですね、うん、あ、じゃあ、じゃあ、奥さんからどんな誕生日プレゼントをもらうのか嬉しいですか旦那さんはみたいな話になったんですよ。その時にですね、山内さんは、いや、誕生日プレゼントはいりませんって言ったんですよ。で、それは何でかっていうと、今どうやらね、えー、山内さんの奥さんって専業主婦らしいんですよ。まあ山内さんが死ぬほど稼いでますからね。はい。だから、山内さんが稼いだお金をそのままですね、まあ一部ですね、その奥さんに渡してるわけだから、奥さんが、その働いてない奥さんがそのお金で山内さんのプレゼントを買って渡したとしても、それ は俺が渡したお金で買ってるわけなんだから、ね、プレゼントをもらう意味がないとそれだったら自分のそのお金は俺のお金で、ね、買ってるんだからじゃあ欲しいものだったら俺自分で買うからいいわっていうことをですね言ったんですねそしたら主婦の気持ちがあまりに分かってないということで大炎上したんですねうん ま、実際問題ね、確かにね、これはね、薬剤師の件に比べるとちょっと言い過ぎかなっていう気がすごいしますよね。はい。これすごい炎上しました。で、二つ目は何かっていうとですね、あの、若い女の子たちとい、いっぱいいる、若い女の子たちと共演するみたいな番組の中であったんですけども、はい。それ何かというとですね、えー、その、まあ、その話を流れてですね、その男性とかと二人でいる瞬間は結構緊張するみたいな話になったんですよ。例えばなんですけども、その夜道を歩いてるときにね、女性が後ろに男性の人がつか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 歩いてる音が聞こえたら、どっかピリッと緊張しちゃうとかですね。はい。 あとは、なんかこう、家のね、なんかその、マンションとか住んでる時に、ね、たまたまその知らない男性と一緒にね、エレベーター乗る時があったりとかすると、ちょっと一瞬緊張しちゃったりとかして、先にね、ちょっとね、どうぞどうぞ先にみたいな感じで先に行かしたりとかするみたいな話を女性陣がしていたわけですよ。そしたら山内さんが自分のエピソード投稿をこう話し始めて、それ何かっていうと、自分がそのマンションのエレベーターにね、乗ろうとしたら、その知らない女性が一緒になって、その女性もちょっとね、男性と一緒に入るのが気になったのか、先どうぞって,って山内さんを先に行かしたらしいんですよね。はい。で、山内さんは先に上にーってに上がってったんですよ、一回から。 なんですけども、なんかだんだん腹立ってきたらしくて、え、俺疑われたの何なのみたいな感じで腹立って、あえてですね、この自分の目的機会に着いたのに、そこで降りずにですね、1階に戻ったらしいんですよ。はい、1階に。はい。ただ、チーンと開いたら、その女性からすると、いね、上に行ったその山内さんがいるから、めっちゃ怖い目に遭うじゃないですか。ね。で、結局その話のオチとしては、開いた瞬間、驚かせようとして、開けた瞬間にその女性がすでになくて、なんやねんみたいになったっていう話なんですけども、ただ、山内さんがその1階に降りていったって言った瞬間に、その前にいる女性たちがみんなドンんび ピーちゃってえ何やってるんですか？山内さん怖い怖い。怖い。怖いみたいな感じで、やっぱり若い女性たちがいっぱいいたからそこにはうん。 変な感じになっちゃったんですよね。はい。でそういうのもあって、えー、当時すごい炎上したわけなんですよ。はい。ただ実はですね、あの、かまいたちさんって結構、特に山内さんがそうなんですけど、炎上体質に結構なっちゃってるんですよね。はい。燃えやすい体勢なんですよ。はい。体に常にこう油をまとってると言いますか、ね、ちょっとでも火に近づいたらブワーってね、一瞬でね、えー、燃えることがですね、平気である状態が、まあ実はこの山内さんと言いますか、かまいたちさんの状態なわけなんですよね。で、そうなってくると、今回のその薬剤師さんに対する発言もですね、うん。 まあ言ってみたら、まあぶっちゃけ僕は、謝罪するほどの炎上、謝罪するほどのことかなとは正直ちょっと思うんですよ。正直。まあもちろんね、失礼な発言ではあるんですけども、ね、はい。なんだったらさ、えー、以前ね、やった、そのほら、主婦の方に対する発言とか、ね、その若い女性たちを引かしたあっちの行動の方が、よっぽどねそ、今回の発言よりもひどいんじゃないかなって僕は思うんですよ。はい。ただ、その前回とその前々回のその2件に関しては全然ね、謝罪もしなかったのに、今回のそれほどのですね、まあ、ことかってことでも、今回はしっかり謝罪 しるんですよ、はい、だからやはりですねこれはかまいたちさんがです、ね、炎上体質みたいな状況になってしまって非常に燃えやすいだから今回の、まあ、これくらいって言い方あれですけどもこの発言でもしっかり炎上されてでその結果まあ前回2回の、ねえー、こともありますからもう早めにね鎮火、えー、させておいた方がいいということで、まあ、謝罪したんじゃないかなっていうふうに思います、はいまあ、だからですね山内さんと言いますかかかまいたちさんがですね、えー、この何ですか今回炎上してしまった一番の理由は、まあ、発言自体も確かにね少なからず問題がありましたけどもっともっとでかい大 前提とししてててて山かかままいいいたちさん自身ががもううう完全ににに炎上体質ななっっっっゃるのので思いました、うん、だから多分ですけど濱家さんね相当ビビってるんじゃないですかね今ね、うん、この件でここまで正式に謝罪するくらいですから相当今敏感になってるんじゃないですかこれから先の芸能活動といいますか、はい、こういうこと言ったらどうなるかなああなるかなみたいな感じで結構ビクビクしながらですねまあ多分ですけどテレビの収録とかしてるんじゃないかなっていうふうに思いますねうん。 まあ、どっちかっていうとね、なんかこう、山内さん、そういう失礼ボケみたいなことを結構割とする方ですから、そういう失礼ボケをするような方が炎上体質になっちゃうと、結構きついかなっていう気がしますよね。うん。まあ、実際問題ね、千鳥の大悟さんとかもすごい失礼ボケしますけど、あの人一切炎上しないじゃないですか。ね。それってまさに、その大悟さん自体が炎上体質でもないし、大悟さん自身の好感度が高いからっていうのはやっぱりあるのかなっていうふうに思いますね。うん。はい。だから、失礼ボケとかをね、するときっていうのは、批判ボケ、失礼ボケをするときっていうのは、やはりこう、大前提 前提としての好感度だったりとか炎上大臣じゃないかとかそういう大前提の部分がやっぱすごい大事になってくるのかなっていうのはなんかすごく思いましたねうん。もう一回言いますけども何を言うかもめちゃくちゃ大事だけどその大前提として誰が言うかってこともめちゃくちゃ大事だよということはねまあ、この辺からよくわかるよねというお話です、えー、というわけで,ですね今回はご演で終わりますこの話ですねちょっとも共感してくださった方よ高評価チャンネル登録ですねコメントありましたらぜひよろしくお願いしますどうもありがとうございました